続いてはこちらですアメリカ合衆国のトランプ大統領の乗る車がザ・ビーストという名称だそうですが黙示録の獣をイメージさせますが狙ってやっててやるのでしょうか <laughs>、まあ、ビーストっていう言葉はこれねプロレスラーでもそうなんだけどあの悪役を演じる時に使うんですよ。うん 悪役を演じる時によく使うのがビーストっていうことがあるねあのだから聖書とかそこばっかり考えるとねうわっとなっちゃうんだけど、ね、アメリカってねサービス精神旺盛な国民だからそれをねそのまんまねもう厳格なねこの教会の中の教えで放り込むとそれはもうなんです あそこはトランプさんですからねあのそのトランプはわざとやってますから <laughs> わざとその方がねあの悪役の方がねプロデューサーもそうですけど人気者なんですよ。俺は悪役だぞっていうことをアピールしてるんですよね、うん、でもあの人はねみんなが思うほどバカじゃないよ。計算してる、うん 出ないとあただのおばただったら無理です、はいはい、しかしあの周りに親族を <laughs> 固めましたね起きましたね大丈夫でしょうか <laughs> まあこう思ってください今までの常識をわざと破ってるわざと故意に計算づくして破っていく人ですから 日本人みたいに日本のいろんな評論家等々が,いや,だがやがてアメリカは普通の国に収まりますよ落ち着きますから何も分かってない本当に変わるから、うん、かアメリカだけが勝利するシステムに変えていくんで前みたいにまあ人のいいアメリカ人になりますよなんて思ってたら根こそぎやられますねいすか、はい、明日はどうも 今年。スカンプとして。激変しておりますから <laughs>。なんですよね。そうですよ。な激動の一年ということで。激動にさせるんです。うんはい、はい。ええー、飛鳥先生、円盤屋の皆さん、明けましておめでとうございます。え、私は秋山一方通行と申します。もう面白いっすだね。え <laughs>、初期の、うん。 出雲大社とエジプトのピラミッド内部の重量、軽減の間の高さと形状はほぼあ。おそらく拡散の間だ